村上国吉村上国吉1月1日から1957年12月13日は、日本の農業技術者、政治家、衆議院議員、旧姓大道、京都府イカルカ吉見村で、大道開門の次男として生まれる。1898年、大阪府立農学校を卒業。1899年、村上三郎芸の長女の絵の入府となり、 村上に改正した。農事試験場技種、農事巡回教試験農事試験場長、県立熊本農業学校教諭を経て、村上農園を設立しその経営を行った。その他、イカルカ軍農会長、京都府農会副会長、帝国農会評議員、農地開発営団評議員、イカルカ軍畜産同業組合長、同軍米国同業組合長、 同軍用産業組合長、京都府用産業組合連合会議員を務めた。正解では、イカルカ軍会議員、同議長、綾部長会議員、京都府会議員、同参事会員を歴任。1924年5月、第15回衆議院議員総選挙で、京都府第6区から出馬して当選。以後、第16回、第17回、第19回、 第20回総選挙で当選。1942年4月の第21回総選挙では、翌3政治体制協議会の推薦を受けて当選し、衆議院議員を通算6期務めた。この間、安倍内閣、農林政務次官、体制翌3会京都府支部常務、翌3政治会成長農林委員、道県内務委員などを務めた。戦後、 公職追放となり、1951年に追放解除。追放解除後は政界に復帰することはなかった。1957年に死去。ありがとうございます。